フランツ・アルブレヒト・マクシミリアン・ボルフ・ガング・ヨーゼフ、タデウス・マリア・メッテル・ニヒ・シャンドルは、オーストリアの資産家。ドイツの旧諸エンド道へ家の一員。ドイツでは、名目上、ラティボル公及びコルバイ公並びに、ホーエンド道エシリングス・フィルスと交互の称号を名乗った。ラティボル公、ビクトル・三世とその妻のエッティンゲン・エッティンゲム及び、エッティンゲン・シュピール・ベルク公を女。 エリーザベト・パウリーネの間の次男として、シレジアのグロース・ラウデンにあったグロース・ラウデン城で生まれた。クレメンス・フォン・メッテルニヒの女系の野車子、パウリーネ・フォン・メッテルニヒの彦であり、1926年に母方の大婆である、クレメンティーネ・フォン・メッテルニヒ・シャンドルの養子となった。1939年に、実刑のビクトル・アルブレヒトが戦死したため、1945年に、 父が亡くなると、ラティボル・コルバイ公爵家の家督を継いだ。ニーダー・エース・ター・ライヒ州のグラー・フェン・エンク・城を及び、ノヤ・エゲン城、またドイツ・ノルト・ベスト・ファー・レン州のコルバイ、修道院宮殿の城主であった。また修道院宮殿の中にある、約7万4千冊の蔵書を誇るドイツ最大の、施設図書館、コルバイ公爵家図書館の所有者でもあった。 フランツ・アルブレヒトは1985年から1998年に、かけ、パーダーボルン大学とノルトベスト・ファーレン州が、コルバイ図書館で共同研究調査を行うこと、また、蔵書のマイクロフィルム化に協力した。この功績により、2003年には、ドイツ連邦共和国功労勲章を授与された。1962年10月2日に、ザルムライファーシャイト・クラウトハイムーンと、 ディーク白爵夫人イザベラと結婚し、マニ5人の息子を設けた。2009年に亡くなり、ラティボルコルバイ公爵家の家督は、長男のビクトル・マルティンに引き継がれた。ありがとうございます。